陸海軍は本夜8日西太平洋においてアメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れる in 1942年2月20日、日本時間4時30分、現地時間6時30分、ラバウルから横浜航空隊の97式飛行艇22号機、堺昇登中域が。 索敵のため発進します堺中域以降、現地時間8時00分までに、計6機の97式飛行艇が発進、ラバウルの東方約700回りまで進出して、策的に当たる予定でした。一方、ラバウルを奇襲すべく、東方から接近しつつあった第11任務部隊の空母レキシントンのレーダーは、現地時間10時15分、ラバウルから約400回り740キロの地点で、 任務部隊に接近するを捉えましたこの機影はラバウルを発進した堺中尉の97式飛行艇でしたレキシントンからは直ちに4機の F4F 戦闘機が上空警戒のために発進しそのうちジョン・サッチ少佐の率いる2機がレキシントンの南約30海里に位置する機影の確認に向かいました10時30分97式飛行艇22号機堺中尉機が第11任務部隊を発見 直ちに敵大部隊ミユを打電します堺中医機は、打電後も直接を続け、11時00分にも敵艦隊の情報を打電します。しかし、堺中尉が2度目の報告を行ったのとほぼ同時刻、ジョンサッチ小皿2機の F4F は、堺中尉の97式飛行艇を発見します。堺機の雲を利用した巧みな飛行に翻弄され、 一度は飛行艇を見失ったサッチ少佐でしたが数分後に再発見し攻撃を開始しますサッチ少佐らが堺中尉の97式飛行艇を撃墜したのは11時12分でしたレキシントンから37回り約69キロの地点でした11時15分ラバウルの第24航空戦隊司令部は堺中尉機からの情報を各部隊に転電しますこれを受け 第4航空隊の立航は出撃準備を開始し、作敵の97式飛行艇34号機、林清平総長機は、報告された敵艦隊の位置に向かいました。正午前、レキシントンのレーダーは、東方約30回里に新たな機影を発見します。機影に向かった2機の F4F は、97式飛行艇1機を発見、12時2分、これを撃墜します。撃墜されたのは 6時00分にラバウルを発信した林清平総長機でした。13時30分、サッチ少佐の F4F は、レキシントンに着艦、代わりにドナルド・ラブレイス少佐ら、6機の F4F が空中照会に上がりました。14時20分、ラバウルから第4航空隊の一式立航、ニコチュー隊 K17 機が出動します。第4航空隊は 10日前の2月10日に正式に発足したばかりの航空隊であり、高尾航空隊と千歳航空隊から抽出された搭乗員で構成されていました。この出撃には2つの問題がありました。1つは、当時のラバウルには魚雷がなく、前期爆走での出撃となったことです。LINE 作戦時の多くの前線飛行場同様、進出後間もないラバウルへの補給は、燃料と陸上基地攻撃用の弾薬が優先され、 魚雷の配備は遅れていましたもう一つは、航続距離の関係から、護衛戦闘機が随伴しなかったことです。当時、ラバウルには千歳航空隊の九六式艦船と冷戦が計20機以上配備されていましたが、九六式艦船は航続距離がそもそも足りず、冷戦は増加タンクがないため、両機種とも立航の護衛に随伴できませんでした。このため飛行隊長伊藤以下17機は 戦闘機の護衛がないまま、立候単独での出撃となりました。一方、第11任務部隊指揮官、ウィルソン・ブラウン中将は、日本軍機に触説を受けたことにより、奇襲の可能性は消えたと判断、燃料が不足しつつあることも考慮し、ラバウル攻撃を断念して南東に変身します。16時15分、空母レキシントンから、ノエル・ゲイラー隊率いる6機の F4F が発進します。これは まもなく燃料が不足するラブレイス小サラ6機と空中障害を交代するためでした16時25分空母レキシントンのレーダーが西方約40海里の空に航空機の編隊を探知しますレキシントンの戦闘機艦製士官はゲイラー隊員の6機の F-4F を探知した目標に向かわせさらに飛行甲板で燃料補給中だったサッチ少佐の4機の F-4F にも発艦を命じました 16時35分第4航空隊第2中隊中川正義隊医率いる9機の一式立航が第11任務部隊を発見直ちに敵艦隊発見を打便し空母レキシントンに突撃を開始しますしかしその5分後の16時40分ゲイラー隊の6機の F4F が9機の一式立航を発見高度約3 3 0 0ルから降下して攻撃を開始します第2中隊は 前期が未期間となったため戦闘の詳細は不明ですがアメリカ側記録によると V 字編隊の戦闘を飛行していた中川大域と思われる機体が撃墜されたのは16時43分でした隊長機の撃墜により編隊は混乱しレキシントン上空に到達する前にさらに4機が撃墜されました残る4機はレキシントンに水平爆撃を行ったものの投下した爆弾は レキシントンから2 7 0 0ル離れた海面に着弾しました爆弾を投下した4機の一式立航はレキシントン上空で待機していたラブレイス小ッ6機と発艦したばかりのサッチ小サラ4機の攻撃を受けます4機の一式立航はビブの20ミリ機銃で反撃し2機の F4F を撃墜しますが全機が撃墜され未期間となりました一方 第四航空隊第一中隊の伊藤翔佐は16時35分の第二中隊の報告を受信し第一中隊が敵艦隊の北方に位置していることを知り南に変身していました16時49分レキシントンのレーダーは北方約26海里に航空機の変態を捉えますしかし上空警戒の F4F はほとんどが第四航空隊第二中隊の追撃に当たっており新たな変態に施行可能だったのは エドワード・オヘア中域とマリオン・ドゥフィロ中域の2機にすぎませんでした17時00分第4航空隊第1中隊は第11任務部隊を視認敵艦隊発見を報告すると同時にレキシントンに向け突撃を開始しますその同時刻オヘア中尉とドゥフィロ中尉の2機の F4F はレキシントンの東約8海里の地点で9機の一式立航を発見攻撃を開始しますこれは 伊藤少佐率いる第1中隊の1式立候であり、実際の機数は8機でした。デフィロ中尉の F4F は、攻撃開始直後、4門の機銃すべてが故障し、発射不能に陥ったため、この攻撃は、オヘア中尉短期での攻撃となりました。立候変編隊の460メートル上方に達したオヘア中尉は、立候尾部の20ミリ機銃を避け、編隊の斜め後ろから降下し、各機のエンジンに向けて、見越し射撃を反復。 10分足らずのうちに7度の射撃を実施し、6機の立候に命中弾を与えました。オヘア中尉は当初6機の撃墜を報告しましたが、急き変態の中でレキシントン上空に到達して爆撃を行った機体が4機目撃されていたため、最終的に5機の撃墜を認定され、アメリカ海軍初のエースパイロットとなります。しかし実際には第一中隊の1式立は8機であり、さらに 1森便一飛走機は、お部屋機の銃撃により損傷したものの、攻撃前に爆弾を投棄して反転し、その後、ニューブリテンに不時着していることから、今日では、お部屋注意の撃墜機数は3機だったとされています。お部屋注意に撃墜された3機については、諸説あるものの、馬場時春に飛走機が、右エンジンに火災を発生させて、編隊から離脱して墜落したこと、および3番目に被弾した伊藤卓造少佐機が左エンジンに被弾し、 爆発によりナセルが吹き飛んだことでは一致しています左翼エンジンが脱落した状態でレキシントンへの体当たりを試みる伊藤彰作については墜落までの状況がレキシントンから撮影されていました撃墜を免れた第1中隊の4機のうち3機はレキシントンに1機は従順ミネアポリスに爆撃を行いますレキシントンへの爆撃の一発は約30メートル後方への資金弾となったものの 損害を与えられずミネアポリスへの爆撃も100メートル近く外れれ損害を与えられませんでした爆撃後、離脱する4機は他の F4F から攻撃を受け、さらに1機が撃墜されました。伊藤少佐機がレキシントン付近の海面に突入して炎上したのは、アメリカ側記録では17時12分でした。第4航空隊は出撃17機のうち13機が未機関となり、2機が不時着して大破。 基地に生還でできたた。ののは2機のみでした搭乗員の未機関は飛行隊長伊藤拓蔵詳細課107名に及びこれは開戦以来海軍立候隊が被った損害の中で最悪のものでしたラバウル沖航空船あるいはニューギニア沖海戦と呼称されるこの戦いは一式立候の防弾装備の欠如や戦闘機の護衛を伴わない際の立候の脆弱性など マレー沖海戦では露呈しなかった海軍立候補隊の防御面での問題点を浮き彫りにしました2月15日のシンガポール陥落と2月28日のスラバヤ沖海戦でのアブダ艦隊の壊滅に挟まれたこの戦いは戦略的には大きな意味を持たない一つの戦術的敗北にすぎませんでしたが技術面では太平洋の空の戦いでのその後の日米の明暗を象徴するものでしたこの戦いで重要な役割を果たしたのは 対空レーダーからの情報に基づき、戦闘機管制士官が無線で戦闘機を誘導し、溶撃に向かわせるというアメリカ空母任務部隊の艦海防空システムでした。この時点での米空母の戦闘機管制は、レーダーの探知距離も短く、米艦上機が IFF 敵味方識別装置を備えていなかったため、多数機が入り乱れる空域では敵味方の識別が不可能であるなど、多くの問題を抱えていました。しかし、か 艦隊に近づく機影をほぼ確実に探知し、事前に擁撃態勢を取れるという点で、そうした艦隊防空の仕組みを全く確立できていなかった日本海軍機動部隊を一歩リードしていたことは重要な事実です。アメリカ空母任務部隊は、複数の空母の実戦での集中運用を未だ開始しておらず、最大6隻の空母を集中運用する日本海軍機動部隊に比べ、攻撃面では大きく立ち遅れていました。しかし 近代的な艦隊防空システムを中心とした防御面では、開戦時点で機動部隊よりすでに優位にあり、対戦前期間を通じて、この差はさらに拡大していくことになります。とはいえ、この戦いでの艦隊防空は、アメリカ側にとっても、多くの問題をはらむものでした。問題の一つは、戦闘機の擁撃ポイントが艦隊から近すぎたため、戦闘機が敵機に攻撃を開始した時点で、 敵機も艦隊をすでに視認していたことでしたこのため第4航空隊の2つの中隊は戦闘機の揚撃によって損害を受けつつも残存機がレキシントン上空に到達して攻撃を行いました敵機の艦隊への攻撃そのものを防ぐには対空レーダーの探知距離の増大と戦闘機のさらなる遠距離での揚撃が必要でした問題の2つ目は レキシントンに搭載された定数18機の F4F 全機で揚撃を行ったにもかかわらず、2つ目の編隊がレキシントンに接近したとき、揚撃可能な戦闘機が2機しか存在しなかったことでした。ウィルソン・ブラウン・中将は、ラバウルのような警戒厳重な敵基地への攻撃には、少なくとも空母2隻分の戦力が必要なこと、および空母1隻あたりの戦闘機定数の増強が必要なことを報告しています。グラマン社は こうした問題に対応するため、折りたたみ翼を採用し、機銃を4門から6門に増強した F4F4 型の開発・生産を行っている最中でした。折りたたみ翼の4型の登場により、1942年半ば以降のアメリカ空母の戦闘機定数は、18機から27機に増強されます。また、機銃の増強は、マーシャル・ギルバート諸島空襲やラバウル沖航空戦で、 4門の機銃すべてが戦闘中に故障し、戦闘不能となる機体が続出したため、さらに2門を追加したものでした。アメリカ戦闘機の12.7ミリ機銃の多重装備は、その威力を高く評価する日本側著作も存在しますが、実情としては故障続発に対する苦肉の策であり、実際、射撃時間の短縮や重量増加などのマイナス面から、搭乗員には極めて不評でした。2月24日 日本時間2時17分、ウェーク島現地時間5時17分、ウェーク島の北約100海里まで接近した第16任務部隊の空母エンタープライズからウェーク島に向け、攻撃隊が発艦します。悪天候のため、SBD1 機が発艦に失敗し、F4F6 機、SBD36 機、TBD9 機の全51機がウェーク島に向かいました。しかし、発艦事故や悪天候下での空中集合に手間取り、 攻撃隊のウェイク島到着は予定よりも約1時間遅れとなりますこのため従順ノーザンプトンとソルトレイクシティの砲撃と同時に攻撃隊が空襲を開始する当初の計画は乱れ従順部隊の砲撃が先行することになりますウェイク島現地時間6時30分ウェイク島から救護式推定3機が上空障害のため離陸しますこの日ウェイク島に配備されていた日本側航空戦力は 第17航空隊の9 5式推定3機と横浜航空隊の97式飛行艇4機にすぎませんでした攻撃戦力はウェーク島から1 0 0 0キロ以上離れたクエゼリン艦章のロッドに千歳航空隊の立候補十数機が存在するのみであり第16任務部隊に有効な反撃を実施できる戦力は存在しませんでした現地時間7時10分3機の9 5式推定は ウェーク島の南南西8海里に敵艦が接近しつつあるのを発見直ちに打電しますほぼ同時刻従順ノーザンプトンとソルトレイクシティから偵察と索敵のため計6機の推定が発進しますこれらの推定の接近と前後して横浜航空隊の3機の97式飛行艇もウェーク島を離陸しました7時42分アメリカ従順部隊がウェイク島に対し 距離約16.4キロで砲撃を開始します。ウェーク島西側から接近した従順部隊は、同島を約30分にわたり砲撃、北北島に離脱しました。7時50分、横浜航空隊の97式飛行艇の1機、岩田明兵装長機が、機動部隊らしき敵衆あり、降戦中、を打電します。これは、エンタープライズ攻撃隊の F4F との遭遇戦であり、岩田兵装長期は、 そのままま消息を絶ちますアメリカ側記録では8時20分頃に4発の消火機をウェーク島の東8キロの地点で撃墜したとありこれが岩田兵装長期だったと考えられています8時00分エンタープライズの攻撃隊がウェーク島に爆撃を開始します攻撃隊は燃料タンクなどに損傷を与えましたが対空砲火により SBD1 機が撃墜されました攻撃隊は 9時45分ごろまでにエンタープライズに帰還しましたウェイク島に敵空母来襲の砲を受けたルオットからは12時20分以降千歳航空隊の96式リ航コ9機と1式リッコ2機が出撃しますこのうち1式リッコ2機は17時55分に従順部隊を発見高度 4000m から水平爆撃を行います立ッは命中弾1を報告していますが 従順部隊に損害はありませんでした日本側の損害は監視艇2隻が撃沈され97式飛行艇1機が未機関となりました第16任務部隊は艦上機3機を創出しました攻撃終了後第16任務部隊は北東に退避しました2月24日日本海軍機動部隊のうち赤城加賀総流飛龍飛竜の4隻は19日に オーストラリアのダーウィンを空襲した後セレベス島南東のスターリング湾に寄港したところでした諸閣隋閣は米空母の本土空襲に備え内地でメンテナンスと飛行隊の訓練を行っていました当時南方作戦は最終局面を迎えジャワ島上陸を目前に控えて最後の航空撃滅戦が展開されており第16任務部隊のウェイク島攻撃はこうした作戦の進行に影響を与えることができませんでした 翌25日告第16任務部隊は太平洋艦隊司令部よりマーカス島攻撃を加齢されます。これまでの各任務部隊の攻撃作戦の中で最も日本本土に近い基地への攻撃でした。第16任務部隊はミッドウェー島付近で再合流した後補給艦と駆逐艦を分離し空母エンタープライズと従順ノーザンプトンソルトレイクシティの3隻のみが北東からマーカス島へと接近していきました。 3月1日、アメリカ陸軍第17爆撃航空軍から選抜された搭乗員が、サウスカロライナ州コロンビア飛行場からフロリダ州エグリン飛行場に移動します。140名の搭乗員は、エグリン飛行場で日本本土爆撃任務用に改装された B25 で、約3週間にわたる訓練を開始します。エグリンで行われた訓練内容は、洋上飛行と夜間飛行のための警備工法、燃料を節約しながらの長距離飛行。 さらに、低空飛行と低空爆撃など多岐にわたりましたが、空母からの発艦のための短距離離陸の訓練は、とりわけ重要なものでした。短距離離陸の訓練は、エリソン海軍航空基地のヘンリー・ミラー隊員を教官として行われました。ミラー隊員は、B、B25 に自ら乗り込んで指導し、陸軍の搭乗員は、ブレーキをかけた状態でエンジンをフルパワーにした後、 操縦桿を引きながらブレーキを解除するという短距離離陸のテクニックを習得しましたこの離陸方法により B25 は時速105キロ程度の低速で滑走しながら150メートル以下の滑走距離で離陸することが可能となりました3月25日までの3週間余りの訓練中離着陸事故により回収された24機の B25 のうち2機が失われました3月4日 日本時間2時38分、マーカス島の北東約200キロまで接近した第16任務部隊の空母エンタープライズから、攻撃隊が発艦を開始します。攻撃隊は F4F6 機、s b d 3 2機の計3 8機でした。この日は、ウェーク島攻撃当日よりは好転だったものの、高度1000メートルから2000メートルにかけての空は雲に覆われていました。 マーカス島への進路から外れつつありましたがエンタープライズは対空レーダーの情報に基づいて攻撃隊に指示を出しマーカス島へと誘導しましたマーカス島への攻撃は日本時間4時30分に開始され爆撃により燃料タンクの炎上を確認しましたが SBD1 機が未帰還となりました攻撃隊は日本時間七時00分頃には全機がエンタープライズに帰還第十六任務部隊は 高速で東に退避し3月10日には真珠湾に帰投しましたマーカス島攻撃は直接的な戦果だけを見れば空母任務部隊による一連の戦闘中最も成果に乏しい攻撃でしたが日本側に与えた影響はこれまでで最も大きなものとなりました連合艦隊司令部は本土に近いマーカス島への攻撃が日本側の大きな反撃を受けなかったことからアメリカ側が 日本の本土周辺の警戒を脆弱と判断し、近日中に本土への空襲を行うことを警戒しました。第5航空戦隊の昇格、隋格は、インド洋作戦に先立ち、機動部隊に合流するため、攻撃当日の3月4日、横須賀を出港してスターリング湾に向かう予定でした。しかし、第16任務部隊によるマーカス島攻撃により、米空母の本土襲来に備え、横須賀での待機を余儀なくされます。 その後さらに、米空母ら式電波をウェレク島付近で測定したという誤情報も加わり、第5航空船体は、当初の予定より2週間近く遅れた17日に、ようやく横須賀を出港、24日にスターリング湾に到着します。また、連合艦隊司令部は、本土東方海域の警戒能力向上のため、第3潜水船体を、東京の東方700海里付近の哨戒船に新たに投入することを決定します。 統計155度線付近に形成されたこの哨戒線には、徴用された遠洋漁業船約20隻で構成された監視艇隊が、産直体制で配備されていましたが、第3潜水船体の7隻の潜水艦の配備により、発見した敵艦隊への攻撃能力の追加を目的としたものでした。しかし、第3潜水船体は、ハワイ沖やアメリカ西海岸での海戦以来の作戦行動を終えて、3月2日に内地に帰還したばかりであり、 メンテナンスを終えた後、哨戒戦へ出動するのは、4月15日にまでずれ込みます。このため、18日の同リットル空襲当日は、哨戒戦に向けて移動途中であり、空襲を阻止するには至りませんでした。同じく3月4日、戦闘準備を完了した空母ホーネットが、ノーフォークを出航します。ホーネットは、3月11日にパナマウンガを通過し、西海岸のサンリエゴに向かいました。 20日にサンディエゴに入港し、補給とメンテナンスの後、23日に出港し、31日にサンフランシスコのアラメダ海軍基地に到着、ここでドーリットル隊と合流することになります。3月6日、空母ヨークタウンを中心とする第17任務部隊と空母レキシントンを中心とする第11任務部隊がニューカレドニア北方で合流、ラバウル攻撃を目指して北上を開始します。この作戦の指揮は 第11任務部隊のブラウン中将が取ることになりましたが、複数の空母による初の作戦行動となったこの攻撃は、直後に行われた日本軍の行動により、変更を余儀なくされます。3月8日、日本軍が東部ニューギニアのサラモア・ラエに上陸を開始します。サラモアには、陸軍第55師団歩兵第144連隊を機関とする南海支隊約2000名が、ラエには、 海軍陸戦隊および設営隊を中心とする約1300名が上陸しましたこれを受け第11任務部隊のブラウン中将は攻撃目標をラバウルからサラモアトラへの日本輸送船団に変更します米イ連絡船の遮断を警戒するアメリカにとって東部ニューギニアへの日本軍上陸は無視できない動きでした問題となったのは侵入経路でした ニニューギニア東側からの日本軍上陸地点への接近はラバウルの日本軍航空戦力から任務部隊が攻撃を受けるリスクがありました一方ニューギニア南側からの接近は攻撃対角機がオーエンスタンレー山脈を越える必要がありましたニューギニア南東部に約600キロに渡り連なるオーエンスタンレー山脈は標高4000メートルを超える最高峰のビクトリア山を中心に 1200メートルを超える多くの山々によって構成されており、爆走した環状機が天候が急変しやすい山脈上空を飛行することは一定のリスクを伴うものでした。ブラウン中将は貴重な2隻の空母をラバウルからの航空攻撃にさらすリスクを避け、ニューギニア南側からの攻撃を選択します。同じく8日、日本陸軍第15軍はビルマの首トラングーンを無血占領します。また 翌9日にはジャワ島のライン陸軍が降伏南方作戦の中で最重要の戦略目標であったラインの攻略により海戦以来行われてきた日本陸海軍の作戦行動は一つの大きな区切りを迎えましたライン作戦の終了をもって海軍第1弾第3期作戦は終了し第4期作戦としてインド洋作戦が実施されると同時に軍令部と連合艦隊司令部は 海軍第2弾作戦の計画策定を本格化させます3月10日日本時間5時49分ポートモレスビー現地時間7時49分第11任務部隊の空母レキシントンから攻撃隊が発艦を開始します現地時間8時10分には第17任務部隊の空母ヨークタウンからも攻撃隊が発艦を開始 F-4F 戦闘機18機、SBD 爆撃機60機、TBD 攻撃機25機、K103 機からなる攻撃隊は、オーエンスタンレー山脈を越え、約230キロ先の日本輸送船団攻撃に向かいました。一方、日本側は、8日占領したらへの飛行場を、9日午後までに使用可能な状態に整備していましたが、進出予定だった海軍の戦闘機体は、来上空の悪天候により、飛行場の標識を視認できず、 反転しししててニューブリに帰還していましたこのため、空襲当日の10日、船団上空で警戒に当たっていたのは、特設水上規模艦清川丸の推定3機のみでした。また、サラモアトライには港湾施設がなく、天候も不良だったため、積載物資の揚陸には時間がかかり、各輸送船の揚陸作業の完了は10日から12日までずれ込む見込みでした。9時22分 レキシントンの SBD ドーン・トレスが、蔵沖の日本艦船に対して攻撃を開始します。9時38分には、サラモア沖の日本艦船に対しても攻撃を開始。ヨークタウンの攻撃隊も、レキシントン隊にやや遅れて、日本艦船への攻撃を開始しました。攻撃は、決して順調なものではありませんでした。熱帯特有の高温多湿により、ヨークタウン隊の SBD 爆撃機の航空無線は、 大半が故障しており、またフロントガラスと望遠鏡式照準機の結露による曇りはヨークタウンとレキシントン双方の SBD で報告されています。多くのパイロットはコックピットから身を乗り出して目標を確認しながら爆撃を行いました。レキシントン隊の13機の TBD の来撃も魚雷の速度と信頼性の不足により失望するような結果しかもたらしませんでした。レキシントントの tbd は 魚雷日本の命中を報告していますが、実際の戦果はなく、日本側記録でも、雷撃の連度の低さを指摘されています。それでも、103機の攻撃隊が投下した計38トンに及ぶ爆弾と魚雷は、日本艦船に大きな損害を与えました。陸軍輸送船横浜丸、特設不設艦天陽丸、特設巡洋艦金剛丸、特設総海艇第二玉丸の4隻が沈没ないし格差して失われ、 サラモア沖の日本艦船18隻中損傷を受けなかったのは4隻のみでした損傷艦艇の多さは日本艦船が海船以来被った損害の中で最悪のものでしたすでに上陸済みだった陸上部隊に大きな損害が出なかったことは不幸中の幸いでしたが輸送船団の被害のため4月に予定されていたソロモン諸島ウつラギとニューギニア南東部ポートモレスビーの攻略は約1ヶ月延期されることになります 攻撃終了後2つの任務部隊は高速で南東に退避空母レキシントンは3月26日には真珠湾に寄港空母ヨークタウンはサン海での哨戒活動の後4月20日トンガのトンガタプ島に入港しました開戦以来の空母任務部隊の作戦行動中最も大きな戦果を挙げたサラモアライ空襲でしたが第11任務部隊の指揮官ブラウン中将は 作戦終了後にレキシントンを降り後任にはオーブリー・フィッチ少将が任命されましたこの指揮官の交代についてはブラウン中将の健康状態の悪化が理由であるという見解とブラウン中将の消極的な艦隊運用を理由としたキング大将による事実上の更迭であるという見解があります健康状態を理由とした事実上の更迭としてはアブダ海軍司令官トーマス・ハート大将の例があるため ブラウン中将の地上キングへの転任が、更迭であった可能性は否定できません。しかし、開戦直後のウェイク島救援の際、当時太平洋艦隊司令長官代理だったタイ中将が、作戦の可否について合衆国艦隊司令長官キング大将に打診した際、キングは空母喪失のリスクを冒さないよう指示を出していることもまた事実です。 1940年の海軍拡張法に基づき建造されつつあったエセックス級空母が続々と戦力化されるのは1943年後半以降であり、海戦から1年以上、艦隊型空母の補充のない状態で戦わなければいけないことは、アメリカ海軍首脳に強く意識されていました。この時期の空母任務部隊の総じて慎重な運用は、指揮官個人の資質によるというよりは、アメリカ海軍全体の方針であったといえるかもしれません。 一方、サラモアトラへの空襲は、日本海軍の意思決定にも影響を与えました。すでに述べた通り、ポートモレスビー攻略作戦は約1ヶ月延期されましたが、米空母出現を警戒する第4艦隊司令部は、作戦実施に先立ち、海軍中央に空母機動部隊の派遣を要請します。いくつかの曲折を経て、第5航空戦隊の昇格、随格が、ポートモレスビー攻略支援のために派遣され、 すでに第4艦隊に編入されていた軽空母商法と合わせ、これら計3隻の空母により、初の空母対空母の戦いである35海海戦が戦われることになります。また、サラモアトラエの空襲は、海軍第2弾作戦を計画中であった連合艦隊司令部の意思決定にも大きな影響を与えました。ミッドウェイ海戦についてのアメリカのいくつかの調査では、ドーリットル空襲が。 連合艦隊司令長官山本五十六大将にミッドウェイ攻略を決意させたという説明がなされていますが実際にはミッドウェイ作戦はドリットル空襲の約2週間前の4月5日軍令部と連合艦隊司令部の折衝の結果すでに内定していました連合艦隊司令部が海軍第二弾作戦の計画策定を本格化させたのは3月8日以降とされており4月5日までの約1か月の間に 山本長官以下連合艦隊司令部の施行に強い影響を与えたのはマーカス島やニューギニア東部に対して行われた米空母の奇襲攻撃だったと考えられています3月19日太平洋艦隊司令長官ニミッツ大将に合衆国艦隊司令部から日本本土爆撃計画の概要が報告されますまたこの作戦に2隻の空母を使用することも決定されました B25 の母艦として、収益間もないホーネットを使うことは規定路線でしたが、爆撃機で飛行甲板を塞がれた状態では、敵の攻撃を受けた際、艦上機による反撃が不可能なため、もう1隻の空母の随伴が必要と判断されました。ヨークタウンとレキシントンが南太平洋で作戦行動中のため、この任務にはエンタープライズが当てられることになりました。3月25日、ドリットル隊はエグリンでの訓練を終了し、 カリフォルニアに向けて移動を開始しまドーリットル中佐以下22機の B25 は2日後にカリフォルニア州のサクラメント陸軍航空基地に到着ここで機体の最終整備を行いました3月30日サンフランシスコ・フェアモントホテルでドーリットル中佐は第16任務部隊指揮官ハルゼー中将と面会日本本土爆撃計画について最後の検討を行います 事前の計画では、エンタープライズとホーネットを中心とする2つの任務部隊は、4月18日午後に、東京の東約500海里まで接近して、15機の B25 を発艦。うち12機は東京、横浜、横須賀に、残る3機は名古屋、大阪、神戸にそれぞれ向かい、各地の目標を爆撃する予定でした。爆撃は夜間に行われるため、共同機の同リットル中射機が目標を識別して、 4つの収束焼夷弾を投下し、その火災を目標に、各機がそれぞれ4発搭載する500ポンド爆弾ないしは収束焼夷弾を投下する予定でした。攻撃終了後、各機は西に向かい、石膏省九州など、中華民国軍が確保しているいくつかの飛行場に着陸して、燃料補給を行った後、重慶に向かう予定でした。多くの困難が予想されたのは、中国大陸の飛行場への着陸でした。 夜間爆撃終了後、中国大陸に到達するのは夜明け前となる可能性が高いため、日本軍勢力圏内で中華民国軍が確保している飛行場への安全な着陸のためには、飛行場までの電波誘導と滑走路の着陸誘導等が不可欠でした。ドリットル隊の着陸支援体制については、攻撃の1ヶ月以上前の3月16日、当時、介石の参謀長だったアメリカ陸軍のジョーゼフ・スティルベル少将に対し、 航空作戦に必要な飛行場と地上要員を確保するようワシントンから指示が出ていましたしかし着陸支援体制は不十分なものであり4月18日同リットル隊が爆撃を終えて中国大陸に到達したとき着陸予定の飛行場からホーミングビーコンは一切発進されず滑走路の投下も点灯されませんでしたワシントンからの指示が機能しなかった理由については同リットル隊の計画変更により 爆撃機の到着時刻が予定より早まったため、現地の飛行場で準備が間に合わなかったという見解と、日本軍の報復攻撃を恐れた介石が、航空作戦への協力を拒絶したという見解があります。また、中国大陸よりも距離的に近く、搭乗員の安全が確保しやすくなるウラジオストックなど、ソ連領の飛行場の使用は、政治的理由から断念されました。 日本本土爆撃についてのドーリットル中佐の初期プランは、攻撃終了後にウラジオストックに着陸し、B25 をレンドリース機としてソ連に供与するというものでした。しかし、ドイツとの戦いで依然苦境が続くソ連には、日ソ中立条約を破棄して、日本と事を構える意思はなく、アメリカの極東方面での作戦への協力を一切拒否していました。このため、ドーリットル隊の各搭乗員は、 爆撃後にウラジオストック方面に向かうことを厳禁されていましたしかし攻撃当日1機の B25 がソ連領に着陸することになります3月31日ーリットル隊の B25 はサクラメント陸軍基地からサンフランシスコのアラメダ海軍基地に移動します翌4月1日16機の B25 が空母ホーネットの飛行甲板に搭載されます同リットル隊は 本来の計画では15機でしたが、もう1機はサンフランシスコ出港直後に発艦テストを行うため搭載されました。しかし、サンフランシスコ出港後、この1機も爆撃計画に組み込まれ、爆撃は計16機で行われることになります。翌2日、サンフランシスコ現地時間10時18分、空母ホーネットがアラメダ海軍基地を出港、ハワイ北方に向け航行を開始します。6日後の4月8日 空母エンタープライズを中心とする第16任務部隊もハワイを出港、ホーネットとの合流地点に向けて北西に進路を取りました4月12日、日本海軍第22戦隊第3艦指定隊の特設艦指定が横須賀・釧路から出港し、統計155度線付近に形成された哨戒線へと向かいます4月13日、空母エンタープライズを中心とする第16任務部隊は ミッドウェイ島の北方で空母ホーネットと合流します空母2、重巡3、軽巡1、駆逐艦8、給油艦にからなる第16任務部隊は日本本土東方約500海里を目指して精神を開始しました4月17日日本時間12時00分頃第3艦指定隊は東経155度線付近の哨戒線に到達して哨戒活動を開始 任務を終えた第二艦指定隊の特設艦指定19隻は釧路などに向けて機構を開始します徴用された遠洋漁船を主力とする特設艦指定隊の問題は正確な位置の把握が困難なことでした6分儀による転速が可能な人員が乗船する特設艦指定は全体の3割程度でありしかも同様の激しい小型船では正確な転速は不可能でした3月末に行われた調査では 本来の紹介地点から最大50回里のズレが生じていた監視艇もあり、監視網は万全なものではありませんでした。日本側にとって幸運だったのは、第16任務部隊の紹介船到達が、監視艇隊の交代時期に重なったため、通常の倍の監視艇が付近の海域に存在したことでした。監視艇隊の交代とほぼ時を同じくして、本土東方約1000回里に到達した第16任務部隊は、 攻撃前のの最後の洋上補給を行いました補給完了後2隻の給油艦は駆逐艦とともに東方に退避し2隻の空母と4隻の巡洋艦は速度を20ノットに上げ精神を続けました4月18日日本時間2時10分空母エンタープライズのレーダーが南西約15キロの海上に2つの艦影を捉えますエンタープライズは北に変身しレーダーから反応が消えた後 再度西に進路を向けましたエンタープライズのレーダーが捉えたのは第三艦指定隊の第十三南進丸と第七明神丸の2隻だったと思われます第十三南進丸は本来の位置から西寄りに位置していたと考えられていますこの2隻の北方に位置していた長戸丸はエンタープライズのレーダーに探知されていないため本来の位置から北寄りに位置していたと考えられていますエンタープライズは これら第三艦指定隊の特設艦指定は回避したものの釧路に向けて祈祷中だった第二艦指定隊第23日東丸に追いつき発見されることになります。